兵庫県立神戸高等学校は、兵庫県神戸市名田区城の下通り一丁目にある、県立高等学校。略称は、神高、神戸など。兵庫県下では、姫路西高校に次いで、豊岡高校と並ぶ2番目に古い高校。戦前には、東京府立一中、愛知一中と並び、一中後三夜と称された。旧正中学校。 新生高等学校時代高等音楽学校、新生高等学校時代新生高等学校、高尚神戸一中の初代校舎は、三宮に近い新生田川沿いにあったが、周辺環境の俗悪化に伴い、マヤ三六の現校地に移転した。1938年に竣工した二代目校舎は、ロンドン島と呼ばれる島屋や縦岩に見立てた装飾などを持つ中世南欧の古城を模した、 ロマネスク町建築となっており、大戦時には陸軍の司令部として、また敗戦後の昭和天皇の全国行行の折には安在所として利用されたという経緯を持つ。大震災にも耐えた歴史的な校舎を改築するに、当たっては多方面から反対の声が上がり、卒業生や各界の有志による神戸高校の校舎を考える会を中心に保存運動が展開されたが、最終的には、 ロンドン島や観音開きの窓、三連アーチのファサイドなど建物の最も象徴的なモチーフを含む正面玄関周辺を改修して保存棟として残し、それ以外の部分は解体して旧来のイメージを残した形で新築するという妥協案で決着を見た。なお、正面玄関は生徒の通行が禁止されている。卒業式後、3年生はこの正面玄関をくぐり出る。 ことで、褒美なの巣立ちとなる官令である。褒美な神田家星の画商として用いられる。旧世神戸一中時代に、生徒一人一人を褒の雛に例えたことに由来。県一工場の校舎は、兵庫県庁に隣接する下山市通り五丁目にあった。幸いにも、空襲の被害は少なかったものの、それゆえに、被災した県庁の代わりにこの建物が使われることになり、 その後の県一工場は県二工場への曲がりそしてきた長さ校舎を経て現校地への移転という度重なる引っ越しを余儀なくされることとなった。県一の旧校舎は兵庫県庁本庁舎として現在の兵庫県庁一号館に建て替えられるまで使用された。新築された一号館の外壁には兵庫県立第一神戸高等女学校跡の石碑が埋め込まれている。 神戸高校の校舎は戦前から残る数少ない学校建築として近年ではドラマや映画などの舞台として使用されることがある。伝統的に国公立志向が強く卒業生の下半が地元の神戸大学を中心とする国公立大学に進学する兵庫県立神戸高等学校の人物一覧を参照ありがとうございます。